スーパーマリオメーカー100人マリオチャレンジ中までたっぷり千早です。よろしくお願いします。 Thinking Time Series、 考える時間をいただけるらしいですけど、何を考えさせられるんだろう。降りて降りて入れないけれども、なんか出てくるか。え、何も出てこないよ。入れないし、なんか左右対称とかになってる感じ。あ、ここ入れるか。P 踏んで、あ、こっち戻って、はいはいはい、なんかゼルダやってる感じになってきたな。あ、最初のとこだけど、なんかのこのこがちっちゃくなったね。これあれだ、リンクしてるんだ。こういうコースってさ、IQ 高くないと作れないよね。すげえよなー、こういうの作れんのって。ほんとどっかで歯を使う要素あったっけ。ん、あ、そっか、歯を置けばここいけるよね。確かに OK。 お、キノコ、ん、キノコ使うようなとこあったっけ。あ、パオなくなってる、この一瞬で。やばいな、頭がどんどん混乱してくるな、このコースは。ちびっこでしょ、ちびがめさん。ドッスン倒したところってどうなってたっけ。あ、先に進めんじゃん。倒せねえ。これよりパウの方がいいかな。ファイヤーだ。あー、これ使ったら取れるのか、取れねえか。あ、いけるぞ。とりあえず倒しちゃって、パウを置けば多分いける。大丈夫かな、この幅。 OK。 あ、待って、この下が生きる説。いけねえか。うーん、いける、いけないよな。あ、待って、ドッスンの上に行ける説。おー、あったあった。お前仕事しすぎ。これファイヤーじゃないとダメなんじゃねえか。いや、でもファイヤーじゃダメなギミックってないよね。大丈夫だよね。パウか、パウ持って行くべきはここしかないのか。混乱してくるけど、ドア入って左に進んで P スイッチ。2つないとダメだね。よいしょ、 OK。 食らっていくしかない。あー、でも先に進めない。ファイヤーじゃないとダメだ。よし、 OK。 で P 持って、すげえ、あと73秒。どれくらい続くんだろう。まずいんじゃね、まずいんじゃね。逃げて逃げて、危ねえ危ねえ、助かった。よし、とりあえずちびっこだけが来たぞ。
新しい土管に入って、あ、こっち側に来れたのか。おー、やったー、あぶねー、迷宮からの脱出クリア。時間かかったな。ステージ12参りましょう。だいぶ1個前で時間取られちゃったな。洞窟ステージ左上から何も出てこない。何のために置いた土管なんだ。はい、よいしょ。どっかに孔明あるかなと思って期待してたけどなかったわ。おお、その代わりそこら中からパックが出てくるんですね。ダッシュジャンプ。上になんかいる。キノコなしで突破できるかな。あ、これはきついな。あ、今チャンスですね。両方下だから倒せ。なんもね、オッケー。はい、あ、上行けんじゃん。一生懸命抜けてきたのに。オッケー、ワンワン。あー、信じて降りちゃダメなやつだねこれ。これだけ矢印ないぞ。正解であること祈ろう。オッケー、キノコ。なんか正解だったっぽくね。ん？あ、ちげえわ、正解じゃねえんだ。帰ってきたんだ。戻ろう。うっ、あぶね。じゃあ真ん中。オッケー、新しいとこ来れた。はいはい、キノコ、名もなし。おー、危ねえ。下もありそうだけど、とりあえず土管入ってみる。お、なんかオッケーっぽいですね。よしよし、かぶって、上からもいけそうですけどね。乗って、はいはいはい。最初から行けたけどな、別に右経由しなくても。お、ファイヤー、ファイヤーメットマリオとか神か。これ乗ってくのはきついだろうな。よーし、うまい。で、今度はこれまた乗っていくやつだね。本当か？ふざけんな、あぶねえ。ふざけんな、ざけんな。なんかあった？こっちから楽していける？これは？お、ナイス、ショートカットだ。これ、この辺で降りちゃった方が良さそう。オッケー。無駄に時間取られるコースばっか当たってしまったな今回は。じゃあ今回はここで終わっておきましょう。ではでは、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。すげえ、マシンみたいになってる。おお、これはすげえわ。